ハリキ様も彼女を救えなかったな。当然の結果だ。なぜなら私は彼女を救えなかった。貴様の慣れの果てなんだから。いかに歴史を改変しようと、彼女が深淵なる闇に変異する、この結末だけは変わらなかった。彼女が救われることはなかった。分かっただろう。彼女を救うには殺すしかない。今ならばまだ彼女のままで殺せる。私と共に来い。私よ、彼女に安らかな終焉を与えるために。まだ彼女を苦しめるつもりか。彼女を苦しみの連鎖から解き放つ、殺すしかないというの。まだ手があるなどとどの口が言う。貴様の言っていることは無双に過ぎ。10年前、今も放っておけば彼女はやがて深淵なる闇へとなり果てる。そしてこの世界を崩壊させる。世界を守りたいという彼女の望みと逆の結末だ。そんなことを彼女が望むか。常に彼女を見、彼女と共にあった貴様ならばわかるだろう。ゆえに私は彼女を殺す。彼女を悲しませないためにも殺さねばならない。その優柔不断な振る舞いがどれだけ彼女を苦しめてしまうと思っているのだ。貴様はもういい。話をするだけ無駄だったようだ。立ちはだかるつもりか。やはり最初に出会ったあの時に私は私を殺しておくべきだった。私はダークファルスペルソナ。我が根源の願いは深淵なる闇の抹消。我が道を阻む全ての存在を打ち滅ぼし、そして私は彼女を殺してみせる。どうしてそこまで抵抗する。彼女自身も死を望んでいる。だからこそ10年前は自らの手で命を絶った。貴様は、私は彼女のことを諦めないというのか。
その結果が目の前にいるのに、まだそのようなざれ言を吐くか。彼女を救うため、手を尽くし、時を渡り、それでもなお失敗し続けた。愚かな存在。それが、私だ。それが貴様だ。どれだけ願おうと無駄。私の力では彼女は救えない。殺すことしかできない。いや、貴様相手に言葉は無用か。私も諦めきれなかったからこそここまで待ってしまったのだから。一人の力では救いようがないと知りつつ、待ってしまった私こそ一番の愚か者だ。二人の力だと？貴様と協力して彼女を救う。考えるのが私だった。懐かしい記憶だ。貴様は何があっても何が起きても彼女を救うと、そう言うのだな。いいだろう。ならばあがいてみせよ。私らしく最後の最後までな。貴様の覚悟に乗ってやる。救うぞ。必ず。